が言うとこの兄ちゃんはや。おい、何普通に返してんだ。スズランが舐められんだろうが。うっせー。じゃあ聞くけどよ、お前らの中に宝泉なりその親子ってところにたった一人で乗り込める度胸のある野郎が一人でもおるんかい。これうちに一人で乗り込んできたのは宝泉の上田社長以来二人目だ。それだけでも白紙もんだろうが。あいつはラオを訪ねてきたうちの客人だ。この件を血が預かる。やめ、親子を花岡藤雄、アンテナ張っといて。了解です。それだな、他の一派の動きにも注意しとけ。油断なんねえからな、このスズランは。宝泉とスズランに一人で。もう何回言ったら分かるんですか、スズランだけは絶対ダメだって言いましたよね。でもさ、ラオにさ、ラオが一番ダメ。いいですか、スズランのラオ、それはもう恐ろしい伝説を持つ怪物なんすからね。怪物で、そのラオってのはどんな伝説持ってんのよ。お、邪魔の不良雑学アイスマイルズ。始まりますって。